はようございます。サブちゃんですか？はい、はい、こんにちは。こんにちは、どうも皆さんこんにちは。川島隆弘の全く編集しないチャンネルへようこそ。ようこそ。今日はですね、キックボクシングがお休みなんですよ。祝日なので。あ、お休みなんですね。はい、なので今日はね、あのキックないんで、はい、まあ、お食事をお届けしたいと思います。お、今日のお食事コーナー、イエーイ。まあ、食事制限はしてるので。そうですね、あの基本的に、なんだ、炭水化物っていうものは取らずに、穀物だったらちょっと取っていいんだけど、ほとんど取ってないですね。なので今日のメニューはですね、酸っぱいトゥルトゥルしてるもの、トゥルントゥルンですね、まあ、寄生虫の塊です、ね、でこれはあの、なんだ、ネバネバしてるドゥルドゥルのやつ、ドゥルンドゥルンですね。これあのビオランテってゴジラの敵知ってる人が、ね、僕と同世代だったら分かる。分からない人はちょっと若いな。ちょっと分かんなかったですね。でこれ、あ、いいですね、イカ、はい、これあの深海 4000m にしかいないと言われてるあの巨大イカの切り身。グロいですね、なんか、はい、なんでこれの本当に800倍の本当は体積があるんで、それをちょっとね、マイバスケットっていうスーパーがね、独自ルートで入手した。闇スーパーですね。闇ですよ。だからね、イカはね、高タンパクでね、脂質がほとんどないらしいので、はいはいはい、まあなんかいいかなと思って。あとはもうサラダ。サラダ。まあサラダは、あ、ゆで卵買ってくるの忘れた。サラダにはまあポン酢。あ、ポン酢で食べるんですね。はい、まあ、なんか青じそドレッシングとかでもいいんだけど、まあ、ドレッシングなかったんで、まあ、ポン酢の方がカロリーなさそうじゃない？知らんけど、まあ、そうですね、スッキリ系なんで、ね、あんまりなさそうな。と、あと今日はね、デザート。お、いいですね、デザートまで、はい、ゴンリー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 ガジガジしちゃいましょうか。ガジガジしちゃおうかな。ちょっとね、あの無農薬ではないのでちょっとベタベタするんですけど、僕関係なく食っちゃう。あとは飲み物は、まあ、ウィルキンソン炭酸水ですね。あ、そこはやっぱり水と炭酸水しか許されてないので。味付きとかも基本的には飲まないですかね。うん、いやね、ちょっと今日はずっと外出てたんですけど、はいはい、今度動画にしようと思ってね、企画中なんですけど、これロサンゼルスアパレルってご存知ですか？いや、あんまり。略すとなんて読むと思う？LAA ですかね。やっぱ縦読みで。俺がボケとしたところ潰すな。僕言っちゃった、もしかして。ロスアパーとか言ってくれるの。俺が LAA とか言ってた。これがリアルタイムのミスですね。僕こういう風にさ、ユニクロ U とかスウェット入ってるじゃないよ。はい、スウェット好きですもんね。なんかね、ロスアパーのねスウェット良さそうだなと思って。お、スウェットパンツですね。そう、14オンスもあるんだ。へえ。1万くらいするんだけど、激アツですね。すごいね。なんか半信半疑だったんですよ。なんかアメアパをもともと作ってた人が、はい、作ったブランドらしくて、まあ、アメアパってちょっと縫製とか弱かったりとかさ、生地ちょっとすぐ伸びちゃったりとかさ、うん、まあ、コスパはいいじゃん。でもそれでも安いから、そうですね、コスパいいイメージが。でもなんかこのスウェットで1万とかしててさ、でしかも14オンスみたいな。リバースイーブよりも熱いっすよね。リバースイーブが確か 11.5 とか12くらいだから、で生地の厚み、はい、でまあ、ユニクロよう分からんけど、まあ、これもいいじゃない。はい、でまあ、ちょっとね、色展開もすごくてさ、気になってたから、ちょっとね、こう乗り換えで明治神宮駅行く時があったんで、今日ちょっと行ってきたんですよ。はい、買っちゃった。まあ、もう手に持ってますね。マジ気づいたら。本当に僕 L サイズ買ったんですけど、多分ね XL とかでもいけるかな、もしかしたら。そんなにね大きいサイジングじゃなかったです。ああ、ちょうどいい感じで、はい、なんで L 購入してきました。でその後はね、今日シュタインのあの展示会に行きました。あ、展示会に。でも季節感とかよくわかんないですよね、展示会。次の秋、冬。ああ、来年3つくらいちょっとオーダーしてきたんで、まあ交互期待ですね。はい、楽しみにしてます。なんかありますか？なんかもう、まあそのロスアパ、うん、いいですね。なんか今色もいいし、14オンスってちょっと履いてみたさありますね。気になる厚さですね。すごいよね、しっかりしてそうな。まあ試着しなかったんだけど。あ、そうなんですね。ちょっと早く履きたいですね、そしたら。なんでまあ動画の時お楽しみにということで、まあ、近々あげるかな、多分。はい、楽しみにしてます。まあ来年までお待ちください。来年なんだ。めっちゃかかる。
まあちょっとご飯の邪魔しちゃいけないと思うんで、ゆっくり楽しんでください。バイバーイ。